やばい、え、待って、声出ないんだけど。大丈夫、朝だから。今日夜配信できるかわかんないので、そう、明日静岡行くのにめっちゃ朝早いのに今日めっちゃ夜遅い、頑張ろう。鉄道ナイトさん、隅っこ暮らしありがとう。顔むくんでるな。そりゃそう、あんな夜遅くにあんなラーメンみたいなの食べて、その後にお風呂入ったけど、しっかり昨日の残り飲みます。しっかりアイスも食べた。昨日半分ぐらいしか飲んでない。酸っぱすぎて。メリーさん、オープンアカウントさん、ハートありがとう。なんかさ、前髪めっちゃ綺麗に乾かしたはずなのにさ、アイロンしたぐらいこっちにすっごい流れてる。昨日公演可愛すぎて心奪われそうになりました。嬉しい、ありがとうございます。また公園出るんで、きっとその時は心奪われちゃってください。詰まってる。マークアンさん、間近のバナナちゃん、ハートありがとう。マジで自分が今湿布臭すぎて鼻がスースーしてる。足に湿布を貼ってるんですけど、自分が湿布臭すぎる。クラブありがとう。今日はすぐに着替えが発生して、夜もずっと衣装なので一日中仕
私服は考えなくていい。よく寝れてない。全然眠たい。まだ疲れ、うん、もう本当にこの時間15分きっかりでやめます。勝負に対戦相手を探して、着替えなきゃ。誰もスタンプ返してくれない。ダイヤだったかな。ミスったな。トントンさん、ハートありがとう。何時に寝たんだろう、私。でもあの、変なウィバース、変なウィバース送って、ウィバースで変なこと送って、多分すぐお風呂、お風呂じゃないよ、お布団、入った気もする。リバースを送った時間、おはよう。もう全身ジャージで行ってもいいもん今日。いい感じ。うん。すみません、アラーム、アラームいっぱいないと起きれないもんで。10分経った。そしてもうメイク道具はもう昨日劇場に持ってったものをそのまま持ってくでしょ。もうバッグごと全部一緒。うん、私、あ、一応モバイルバッテリーいっぱい持ってこう。だったらさ、昨日あんなカロリー高いもの食べんなよって思うよね。ほんとそれ。ほんとにそれ。もっと言ってやって。
もう一枚も出せずに暇してて終わった。何の対戦だったんだろう。自分が臭い、湿布臭い。あ、次は1枚しか出せなかった。あと3分、ちょっとどっかのタイミングでランキング読まなきゃ。でもなんか15分きっちりでは出ないんだよね。16分ぐらいにならないと出ないんだよね、これって。だからいつ読もうかな。もう読んじゃうか。よし、ごめん、ランキング読みます。1位、鉄道のエイト16魂。何駅だろうこれ。青トグっていう字、なんていう駅名。青にトグで、撮影さん。2位くじの大吾さん、3位の吉さん、4位ネバーストップアット明日俺も静岡行くけど乗ってくさん、うん、新幹線で行った方が早いから大丈夫。5位エンドレッドアットピョンズさん、お15分出た。6位にしくんさん、7位メリーさん、8位マジカのバナナちゃん、9位マークーンさん、10位ベベモンさん、11位コニタインミズさん、12位山内さん、13位バジャンアルさん、ありがとうございました。すごい、朝15分しか配信してないのに2700人も来て、あ、2700人ではないけど盛り上がってるね、朝からみんな。ということで、私はこんな伸びてる場合ではない。早く着替えて早く出発しなきゃいけないので、それではちょっと一瞬のぼもバイバイになっちゃうんですけれども、また今日も一日頑張って合間の時間見つけてやりたいと思いますので、ぜひ対戦したらよろしくお願いします。イエイ。ということで、それでは。
ありがとう。バイバイ。またね。朝から本当にありがとう。みんなもお仕事頑張って。それでは、行ってきます。行ってらっしゃい。またね。バイバイ。